どうも、こちらめめです。今日もスワップの解説やっていこうと思います。では見ていきましょうか。まずはどちらからスタートするか。テトリスですね。さあ、テトスタートで、これは開幕お互い DT4。DT4 組んでて、ちょっと形は違いますね。形的にはこっちの方がいい。なおかつパフェも取れる。さあ、パフェを取れて、で、穴バラも相手にまあまあいってるので、これは有利ですね、相当。できれば今の総裁外したかったかな。その後の地形が、ちょっと微妙だけど、まあ、それでもだいぶこっちの方が、有利ですね、これは。相手は赤ハッカー、こっち緑ハッカー。若干迷ってるが、まあ落ち着いて伸ばしてる。相手、先打ちしてきましたね。これは緑引いて、紫ハッカーだと思ったけど、赤で伸ばした。しかしこれ、連鎖日の黄色吸っちゃいましたね。相手11連鎖。でかい。11連鎖に対してこっちは10連鎖。1連鎖少なかったけど、まあ、テトリスの地形のアドバンテージの差が出ましたね、今の。相当、テトリスでは有利だったので。そこで決まった感じかな。相手パフェ取る。こっちはできるだけ平らにして、レンガつながる形を維持しながら掘っていきたいですね。Tミノまでですね。Lミノまではさすがにつながんなかった、つなげなかった。さあ一回 J ミノで3ライン消ししてからテトリス仕込み。さあこれは露骨な2ダブ。さあ露骨な2ダブを打つ。テトリスから2ダブなんで、まあ強いですねこれ。しかし相手が受け切れている。カウンターの3連鎖。カウンターの3連鎖打って、これ黄色ハッカー一応引けてるけど、ちょっと行動不能にされましたね。3ダブ4連で相手5連鎖。1連鎖でかいので、これは耐えれない。無理か。まあ、これはちょっと相手のカウンターの3連鎖が良かったかな。それで、ちょっと、4連鎖は打てたものの、ちょっと手を止められてしまったので、そこでさらに、そのうちに相手がさらに連鎖組んで、こっちより大きい連鎖を組めたので、これは相手のカウンターが上手かったですね。連鎖を緑入れて、さあ連結の2連鎖を打った。これは結構有効ですね。相手がキープイを入れてないので。さあ緑ハッカーだが、これ紫飛ばしてるぞ。紫飛ばして5連鎖になった。さあどうだこれ。しかしその5連鎖が逆に短すぎて有効になりましたね。逆にああいうのって意外と止まってると困る時もあるので、まあそれが見事噛み合った感じかな。テトスタートで、これ開幕 TSS ティースピンシングルです。穴的には相手の方が、下穴はいい。下穴はいいが、どうだ ?2 連発テトリスって、相手 T スピンギリギリ間に合う。ギリギリってなんだ?ギリギリ間に合う。穴がやばいですね、相手の。これは、しかも、テトリス俺仕込みミスってる。横に置いてましたね。一回単発打って、こっちは黄色ハッカー、相手紫ハッカー。連鎖日青を入れて、紫じゃない、赤で伸ばしに行った。変えますね、これは、黄色赤の81ハッカーなんで、まあまあ強い。相手7ダブ打ってきて、さあどうだこれ。これ81で引けてるので、と思ったけど、これ耐えれるか?テトリス側で耐えれる。
さあ、こうなるとでかいですね、さすがに。さあ、うまく堀のルート見つけて、テトリス側でタイに行った。こうなればさすがに勝ち確ですね。テトリスで行動不能にされて、その間に火力をボンボン送られて、相手のセカンド込みで考えればまだ分かんなかったけど、テトリスだけで受け切れればさすがに勝ち確ですね。こっちのコンボ付きの大連鎖があるので、はい、じゃあもう一つ見ていきましょうか。さあ、今度はぷよスタート。今度はぷよからスタートした。新 GTR と、後追い GTR ですね。一回単発打つ。キープを入れて、さあ、黄色で単発打つ。この単発はどうなんだ？これはおそらく置きミスなような気がする。連鎖日削ってまで単発打つ必要はなかったので、まあおそらく置きミスでしょう。さあ、S ミのミスった。S ミの置きミスしたが、これは相手に相手が7ダブだったので、7ダブに対して8連鎖だったので、まあ問題なかったですね。連鎖数的にはこちらの方がでかかったので。さあ、T ミのコンボで、次に J ミの I ミの Z ミのと掘れるので強い。掘り連が噛み合うので、これはできればコンボをつけたいですね、クヨ側で。相手2連鎖打ってくる。それに対して俺は発火して、これは繋がってますね。相手も緑発火してきた。7連鎖に対して、相手は6ダブ。しかしギリギリ耐えれる。まあ1連鎖の差はやはりそんなに致命傷にはなんないですね。まあ状況にもよりますけど。さあこれ総裁外してどんどん2連発セトリス打つけど刺さるか。刺さりはしない。Tスピントリプルがしかし強いぞ。Tスピントリプルで、まあ約4段振る。4段振って、相手はコンボ2連で、こっちは2段強振る。2段強振ったけど、まあ、プヨの量で、さすがにこれは有利ですね。紫じゃない、黄色入れて、紫発火。引けましたね、これ引けました。緑でコンボつけてから、紫発火なんで、一応引けてます。さあ、これどうだ？ジェイミの置きミスした。テトリス側ではちょっとこれ受けきれないですね。コンボつけて、プヨの大連鎖。を打とうとしたけど、エスミノでコンボつけられなかった。ちょっとタイミングミスりましたね。できればエスミノでコンボをつけて大連鎖を打ちたかったんだけど。それに対して相手3ダブの、3ダブ、4ダブでは帰らない。まあ、プヨの量で相当有利だったのでね。まあ、これはきつかったですね。さすがに。さあ、テトスタートで、開幕 DT4。お互い DT4 ですね。お互い DT4 で、俺は TKR 行こうとしたのかな。しかし、なんか、これちょっとミスってる。ちょっと置きミスして、TKI 下りましたね。こっち T スピンダブル打って相手歩みの仕込み。相手は、レンが繋がってる状態のテトリスなので、これはこっち不利ですね。赤ハッカー。さあ3段振ってこれはきついぞ。うん、今の2列目に赤もう一つ入れたかったな。2列目に赤置いてから紫赤すればよかった。そうすれば1連鎖伸びたので。しかし、これは連鎖数の差がさすがにきついか。相手9連鎖なので。
今の堀のルートあったかな、あゆみの横置きして、おバカさんね、 Z ミのエルミのあたりから掘れたかな。ちょっと一瞬しか見てないんで分かんなかったですけど、なんか堀のルートあったような気はする。さあ開幕 TSD 辛いインペリ、まあ、これも好きなテンプレの一つですね。開幕 TSD からインペリは非常に火力効率が高いので、まあ、俺がおすすめしたいテンプレの一つではある。さあこれは T スピンダブルからテトリス打って2発仕込み、相手が総裁外すとコンボつけられないタイミングだったと思うので、あこれ一方的にコンボつけてるんで3連鎖即打ちしましたね。3連鎖打って相手埋まった、単発打つ、2連鎖打つ、それに対して俺単発でコンボ、これはまあ有利ですね。クヨの形が圧倒的に有利なので、しかしでも相手も青から掘れるな、あれ青から5連鎖持ってるけどテトリスで刺さる、まあこっちは6連持ってるので即打ちして即発火でかなり勝ちが濃厚です。開幕 DT 砲と、パフェが取れる。相手ティーミのミスターあれは痛い、あゆみの置こうとしたところにホールドが反応しなかったのかな、それでティーミの置いてしまった、まあ、結構あるあるのパターンですね。これテトリス打って、これはもうめちゃくちゃ有利、相手まあジェミノで一応掘れるけどかなり有利ですね。さあこれはどういく、緑入れて2列目に黄色、メンサビ青と黄色入れて赤ハッカー、赤ハッカーしましたね。相手は7連鎖、さあこれ1回受けてから相手に全部送る形で、相手も結構ホリレンが繋がるけどこれ刺さりましたね。まあもともと相当有利だったっていうのもあって、テトリスの地形的の差がやっぱ一番でかかったかな。それプラス1連鎖こちらの方がでかかったので、それがやっぱでかかったですね。はい。でかかったってなんだ。それが大きかったですね。はい、じゃあまあこんな感じで、まあ、今日もお疲れ様でした。まあ良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。